去年、病床削減を消費税で補助するという病床削減促進法案、国会で成立させました。私たちは反対でした。野党は反対でした。これおかしくないですか？なんで病床削減を消費税で促進するんですか？水尾さん、病床削減を促進する法案は廃止すべきではないですか？後藤厚労大臣。地域医療構想は、医療の削減のための法律では、ありませんし、その辺のところはちょっと理解が、一致してないということだろうと思います。福島水尾さん、医療法で病床削減を消費税使って補助するっていうのは病床削減促進法案じゃないですか？後藤厚労大臣。病床削減や東北法案をありきではなくて、地域の実情を十分に踏まえた上で、地域で不足する機能の強化、医療機関の間の役割分担や連携、そうしたことにしっかりと取り組んでまいりたいと思います。福島水尾さん、医療構想についての答弁ですよ。病床削減をすれば補助金出すって病床削減法案じゃないですか。命を落としてる人がいるんですよ。入院できない人がいるんですよ。重症化してる人がいるんですよ。自宅で大変な人がいるんですよ。後遺症に苦しんでる人がいるんですよ。医療体制を脆弱にした厚労省の責任、政府の責任大きいじゃないですか。なんで亡くならなくちゃいけないんですか。なんで健康を害さなくちゃいけないんですか。なんでこんなに苦しまなくちゃいけないんですか。おかしいですよ。政府の責任じゃないですか。